どうもメルトンです。今回はクラッシュを使っていきたいと思います。で、なんでね、こんなキャラを使ってるかっていうと、最近のみんなね、俺のこと舐めすぎなんですよ。あの、物理的にじゃないぞ、あの、バカにしてるって意味な。そう、バカにしすぎなんですよ。なんかメルトンは頭が悪いとかね、もう知能指数がめちゃめちゃ低いやつとかね、言ってきたりね。もう最近の人なんかね、海岸線ブルーバーフロストバットとかね、検索ワードみたいにね、俺の大会のミスをね、こう煽ってくるようなね、引き出して煽ってくるやつらがね、たくさんいるんで、俺が今回ね、クラッシュのクソみたいな技をね、乱用しまくって敵をガチビエさせていきたいと思います。もうね、後ろ振り向いて撃つ技なんだけど、もうこれグリッチレベルで強いから、もうね、ほぼグリッチ乱用動画みたいになるね。まあでもグリッチとか言ってるけど、これまだ無罪だから、そう、無罪技だからね、みんなね、あの、うわ、こいつ最悪だとか思わないでね。もうグリッチ警察たちもね、聞き耳立てちゃってるかもしんない、しんないけどね。ん？こいつもしかして警察だみたいな、ね、出動し始めるかと思うけど、そういう技じゃないから安心して。もうね、そうやって疑う人はね、もう今すぐね、死んでください。あ、もうちょっと今言葉選び悪かったんで、ちょっと天国に、天国にね、行ってくださいね。お、餌だ餌だ餌だ。あー、いただき、気持ちいいか。俺のことをバカにした、バカにしたせいだぞ。そう、あとね、なんか最近のね、なんか俺風邪ひいてたじゃん。そう、風邪ひいてて、まあ、てか今も若干風邪気味なんだけど、風邪ひいてた時コメント欄が優しくなるかなとか思って、なんか、あー、僕もなんかデフォルトで泥団子食ったみたいな声してるんで気持ちわかりますみたいな、風邪ひいてなくても泥団子ボイスですとかね、コメントいっぱい来るかなと思ったら、メルトンに湧いた風邪菌の方が気の毒とかに言ってきて、この野郎と思ってね、もうちょっと舌打ちというか、もうキスをして、キスをしてしまうぐらいね、ちょっとムカつきましたね。ほんとね、最近のみんなひどいんだよね。あとね、なんかね、メルトンは最終ラウンドに近づくと弱いとかね、マッチポイントなんですけど、今あいつ発狂しまくってるから、体力使ってるからね、仕方ないねとか言ってくるやついるんだけど、いや俺はそんなことないから。あのね、おまけにね、大会動画ね、載っけとくんで、俺大人みたいにやってるから、大人だし、そう、俺発狂なんて一切してないんで、今日の動画の最後のね、大会動画見ちゃってください。俺の見る目がね、変わると思います。さあ、やっていくぞ。もうグリッチレベル乱用実況者みたいな感じの技を使いまくるぞ。やめてやめて、2人はダメ、1人ずつ来い。多分ね、最近のみんなね、なんかもうメルトンってバレちゃうんで、もうカクタスっていう名前でやってるんだけど、最近バレてるからね。うわ、こいつメルトンじゃん、こいつビジネス技しか使わないから雑魚だわとか思ってそう。かかってこい。そんなことないぞ俺は。いや、これはね、獲物だわ。いや、これね、クラッシュマジ自信あるから、実際防衛で今一番俺うまいと思うよ。これ見ててマジで参考になるから。あ、いや、ならない、危ねえ、なる。オッケー、行くぜ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 。ブリ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 、あー、オッケー。あ、やっていく。おお、クラッチ決めるぜ。ワンオンスリー行くぜ。はい、ゲットだぜ。いた、来い、頭お団子。お前、ディフューザー設置の時にいつも髪の毛見えてんぞ。さあ、近接ガードしていく。オッケー、うわー、勝ったんだけど。いや、マッチポイントでね、これ勝っちゃうとかね、もう発狂。いや、今してないけど、今の俺の内なる違う人が出た、今ちょっとやばかったね。いや、これはもうね、大人になっちゃうね、そういうこと。こういうせこい技やられると本当に冷えるよね。まあ、このゲームやってる人たちはみんな、わあ、夏にぴったりな戦法です、ありがとうございますとかに言っちゃってると思うけど、もうとにかく冷えるからな。あのね、クラッシュに追われること自体恐怖だからね。あ、でもね、そうだ、俺現実で一回追われたことあるわ。それね、何かっていうとね、俺中学の時に、俺なんか信号がなんか 2,3 メートルぐらいしかない信号があったのよ。で、それってもうなんか信号として成り立ってないじゃん、 2,3 メートルぐらい。もう信号として成り立ってない信号がもうチカチカしてたわけよ。青が、青がチカチカしてて、あ、まずい、このままじゃってなって、俺が急いでそのまま通過したら、なんか後ろのこう、この世の中を持たざる者として挑戦してる、こうチャリンコに空き缶詰めまくってるおじさんが後ろから、何信号無視してったーってブチギレられて、俺もう追われたことがあるんだよね、そのおじさんに、持たざる者に追われたことがあって、やばい、逃げなきゃってなったけど、その人ね、あの、その人自身がね、信号をちゃんと待つから、そう、赤信号だったらちゃんと待つんだよね。そう、だからね、逃げ切るのね、難易度1でしたね。そうっていうね、ことがありましたね。だね、まあ初級者向けだったのかなと思った。最初に俺を追われた、人生初の追われた経験だったから、まあ、しょうがないかなと思ったんだけど、結構ね、楽勝でしたね、巻くのが。難易度1でした。
まあ、その後ね、なんかついてきて、なんか俺の家とか特定されたら嫌だなと思ったんで、その後ね、友達の家にね、今日ちょっと遊んでいい？って友達の家行きましたね。俺ね、もうその時に頭良かったんで、もう IQ10 万だってね、もうその時に確信しましたね。だからね、俺のユーザーネーム IQ10 万なんだなって、やっぱ思うかな。そこのところがね、やっぱ、こう周りの、あー、気持ちくない周りの人とはね、違うかなって思うんだよね。来い。俺な、そんなね、ものでね、やられ、やばい、世界を感じるオーバーヒール。世界が青い、地球を感じるこのオーバーヒール。世界は青いって一番わかるよ、このヒールは。来いよ。ほら、俺は薬まみれになってるからもう、俺は最強だぜ。そんなね、爆発してもね、俺はね、死なないんで。いや、なんでこんな役付けにされるの？もう、やめて、もう。もう、黒目が小さくなりそう、ここまで役付けにされたら。あー。やばいよ。俺にどんだけガジェット使ってんの？そんなにムカついたか？まさか。数十年前の持たざる者のおっさんたちか、お前らは。ほら、お前一人じゃねえか。おい、どうしたどうした、ほら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 。気持ちいいか？また役付けにするつもりか。あ、痛い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 、あー気が来る。もうあいつ許さねえ。逮捕なし。お前だけはワンワンだからな、しばき上げてる。ドク行け。ちょ、俺が仏像になる。オッケー、やっていく。やばいな、この打ち方。てか今のはリージョン。なんかボイチャでポチョポチョ話してる。なになに。ナイス、いいね。何かが生まれそうだった。あ、待って、ワンワン、お前か、グリッドロック。お前の体重じゃ俺には勝てねえよ。かかってきな。いや、近くない、別にね。あ、もうこれ12秒だ、勝ち。俺は勝ち。なんで負けたか明日までに考えといてください。待って、来ないで、やめて。20顎、血顎、102キロ、鼻息払い、体脂肪 90%、 本当にやめて。あー、シュエルルルルルル。いや、もうね、こうやってね、こうグリッドロックとかね、こういうやつに煽り散らすの気持ちいいね。まあ俺結構ね、交通安全めっちゃ守る人だから、俺二人乗りとかも意地でもしないし、俺みんなからチャリの乗る姿勢がめちゃめちゃいいってね、褒められたことあるからね。俺もう姿勢超いいから、俺もうまっすぐ育っちゃってるんで、もうみんなと違うから。俺はもう逆側にピン立てた、ピンが立ったこと俺見たぞ。俺は見逃せなかったぞ、お前。お前か。俺はワンワンだったら俺の後ろ振り向き、パ、ちょっと待って。ナイスナイス、食べろ食べろ食べろ。敵はどこ？あそこです、ごめんなさいみたいになってる。おい、そこが。待って、みんな孤立してない？なに、俺の動画の企画に乗っ取ってくれている。いや、あのサッチャーはね、ちょっと食いに行くわ。いや、ああいうね、EMP 持ったね、やつってね、餌なんだよね。クラッシュに EMP 投げたらビリビリ殴られるんだよとか言いながら俺にポイって投げてね、近づいてくるから、もうそういうやつは後ろ振り向けてさばく。来いよ、ほら投げろ投げろ、ほら、お前のその青い球、ブルーライトみたいなやつ。あ、それはね、俺かかってないんだわ。爪を。ちょ、カメラついてきてくれんだ。カメラにやらすといいんじゃね？行くぞ。見とけよ、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 見とけよ。バッカ！あぶねえ！痛い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 ！ダメダメ、壊れちゃう。本当の意味で壊れる。やばい、今。水泳で25メートルを息継ぎせずに。息継ぎせずに泳いだ後みたいになった。今危ねえ。生きてるって最高。あーん。そういえばさ、ここまで来て言うのもあれなんだけどさ、これコンシューマーとかでさ、コントローラーでスティックでやってる人ってこの技できんのかな。なんかさ、うわ、メルトマウサーかよ、キショーみたいな感じになるの俺すげえ怖いんだけど、大丈夫かな。お、てめえ左か右か。右だな、かかってきた。うわ、あ、違う、あん、俺右耳だったのに、右耳から聞こえたのに、なんで。まあね、そういうことだと思うんだよね。なんかブチ切れられる未来がね、俺は見えて仕方がない。まあ、もしね、俺の技使ってね、クソ失敗したってね、やられた方はね、もうシリー使って遊んでいってください。ヘイシリーっつって、海岸線ブルーバーフロストマットで検索してって言えばね、うわ、こんなひどい死に方するやついるんだ、こんな場面でこの死に方って、こいつ今どんな気持ちなんだろうってね、もう悩むと思うんで、もう自分の死に方なんてね、鼻くそだわって思えるぐらいなんで。てめえ、明日うち、キスしちゃった、お前潰してやるね。これがな、苦しみを乗り越えた者の力だ。お前に未来はない。あん、
ヤンオンアイということでね、もうメルトンはね、もう全然ね、小技を使わなくてもね、倒せるということが分かったんで、これはもう PS4 でできるということで、メルトンでした。バイバイ。あ、大会動画あると思う。え、地下、カウンターの割れたとこに行ってる、割れたとこに行ってる、割れたとこに行ってる。ライオンやってよ、ライオンやってよ。右入る、右入る、右入るぞ、右入った、入った、入った。入ってる、右入ってる、ごめん。お後ろから大丈夫だよ。あ、ごめん、机裏ね、机裏。右入ってる。フランス。まだだな。まだ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 。ナツ死んだ、ナツ死んだ。人やった。足入ってる。資料。任せて。基本右入ってる。机裏でプラントね。で、一人捨ててるかな。あ、爆死んでる。当たってる。寄ってる寄ってる寄ってる。